東京帝室博物館、文化財保護委員会などで古陶磁研究に多大な功績を残し、また美濃、京都、備前、唐津など日本全国の窯を回り作陶するなど、近代陶芸発展の功労者である小山藤雄氏。その本作は、慶史、高台、絵付けなど独自の境地であり、古陶磁研究で培った感性が統一した茶碗といえましょう。